はい、皆さんおはようございます。イケメン優しい最高はモットーのサンシャイン真村です。現在私はですね、奈良線の、常陽駅という場所に来ております。前回の動画でね、201系の快速電車に乗ってみたという動画を投稿したと思うんですけれどもね、この奈良線にはですね、201系よりもね、さらに古い国鉄型車両がね、走ってるということでね、それに乗っていきたいなと思います。まあね、その国鉄型車両もね、なかなか面白いね、歴史をたどっていたりするレア車両なのでね、なかなか見応えがあるかなと思います。それではね、乗ってみましょう。はい、電車が入ってきました。本日乗車するのはこちらの、国鉄型で車両ではね、有名な方の部類に入ります、103系電車です。この車両はね、日本でね、一番多く製造された通勤車両として知られています。だいたい3400両ぐらい生産されて、北はね、仙台、南はね、九州のね、福岡エリアまでね、幅広い範囲で運転された車両です。この車両はね、 JR 四国と JR 北海道以外の鉄道 JR では見ることがね、できたんですけれども、今ね、103系を見ることができるのは JR 九州の筑肥線と JR 西日本の奈良線、万丹線、加古川線、和田岬線ぐらいに、ね、なってしまいました。もうこの103系、これはね、ある程度ね、原型に近い形で残された車両になっていまして、このようなね、103系の昔をね、感じることができる田の字窓であったり、あとはね、前面ですね、このようにちょっとね、窓がね、私の身長ぐらいの高さにあるのも特徴になっています。それではね、車内見ていきましょう。このようにね、103系にはロングシートがついていまして、ここには7人座ることができるそうです。こちら車端部にはね、優先席がついてるんですけれども、優先席部分には、ね、3人座ることができます。このようにね、手すり部分もね、鉄になっていまして、ここにね、仕切り板みたいなのがないのが特徴です。またね、今はね、9月なんであまり稼働してないですけれども、扇風機ですね、ちょっと国鉄マークじゃないのがちょっとね、ちょっと残念なんですけど、JR 西日本のね、ロゴマークが入っています。つり革もね、201系と同様短い長さになっていたり、こう網棚もね、網ですね、もうちゃんとした網があります。あとはドアですね、ドアはね、もう原型に近い形を残していまして、鉄のね、ドアになっています。この車両はね、一応延命工事みたいなのをやってまして、長く走れるように、ちょっと車内はあまりどこを改造したのかなっていうのはちょっと分かりにくいんですけれども、モーター部分とかですね、走行機器のね、部品とかをね、改造して長く走れるようにしているそうです。これもね、 JR 西日本の特徴と言ってもいいでしょう。電車は常陽駅を出発しました。この先、新田、JR 小倉、宇治の順に各駅に停車していきます。常陽駅はね、2本線路があるんですけれども、奈良線のね、ほとんどの区間は現在単線となっています。現在ね、左側にあるように曲線化工事をしているので、将来電車の増便などが期待できそうですね。このようにね、新しくね、開業した路線のような感じの線路とかね、壁になっているのでね、すごい走り心地がいいものだと思います。電車は4つ目の停車駅の宇治駅に到着しました。この駅はね、世界遺産で有名な平等院鳳凰堂の最寄り駅などとしても知られています。この駅はね、2面4線の駅でなっているんですけれども、普通列車の奈良駅とかはね、よくこの駅で宮古寺快速などと関係接続を行っています。
電車はこれから宇治川を渡ります。ご覧のように左側にも1本線路を増設していますね。左側の線路はね、少し高い位置に作られるそうです。そしてね、奥に見える建物は京阪宇治線の宇治駅です。ご覧のようにね、駅のね上を電車が走るという面白い光景を見ることができます。電車は関西の難読駅名の一つ大爆駅に到着しました。この駅ではね、左側にね京阪宇治線とね並走しているんですけれども、この大爆駅のね少し行った先には京阪大爆駅があります。そして向かい側からは普通電車奈良駅の205系が入線してきました。このようにね、奈良線には221系と205系と103系というね、もういろいろなね車両が走っている面白い路線となっています。はい、現在ですね、小幡駅に到着しました。小幡駅でね、電車との待ち合わせを行うそうです。まあね、見てください。まあ、言い忘れてたんですけれども、車体の色ね、ちょっとまた見覚えはありませんか。まあ、201系とね、同じ色なんですけれども、これもまさにね、山手線時代とね、同じ色をしてるんですね。多分この編成じゃないと思うんですけれども、奈良線には昔山手線で走ってた103系も在籍するみたいなので、また乗ってみたいと思います。これでね、向かい側からは宮古寺快速奈良駅が通過していきます。こちら6両編成の221系電車です。それではね、車内戻りましょう。電車は六地蔵駅に到着しました。このホームは1面2線のホームになっており、宮古寺快速も停車します。この駅では京都市営地下鉄東西線と乗り換えすることができます。またね、少し離れたところには京阪宇治線の六地蔵駅もあります。電車は JR 富士の森駅に到着しました。皆さん見てください。右側にはね、103系4両がね停車しております。この奈良線にはね、103系が2本しかいないので、この駅でね、2本103系が並ぶという面白い光景を見ることができます。しかしね、電車はすぐ発車してしまうので、まあ、降りるとね、写真撮れないので、2つ並びの写真が撮れなかったのがちょっと残念でした。電車は稲荷駅に到着しました。この稲荷駅はですね、まあ名前からわかると思うんですけれども、世界遺産伏見稲荷大社の最寄り駅となっています。しかしね、この駅には宮古寺快速とかはね止まらないので、宮古寺快速とか一乗車すると稲荷駅にね止まらないアナウンスがよくされます。まあたまに臨時停車することがあるそうです。電車は東福寺駅に到着しました。この駅では京阪線と乗り換えすることができます。向かい側にはね、205系4両が停車しており、またね、面白い光景を見ることができます。まあ、東福寺駅もね、ちょっと思ったよりね、狭いですね。電車は終点の京都駅に到着しました。この駅では JR 京都線、琵琶湖線、湖西線、嵯峨野山陰線、近鉄線、地下鉄烏丸線、そして東海道新幹線と乗り換えすることができます。またこの京都駅もね、なかなか面白くて、奈良線の103系205系以外にもね、113系とね、117系もね見れるということでね、もう国鉄好きの方にとってはね、何時間でもいられる駅となっております。まあ個人的にね、103系に乗ってみた感想はですね、まあこの奈良線の103系はね、まあ国鉄のね原型を残してるなと思います。他の国鉄型車両とかはね、体質改善されて、もう車内もね見違えるぐらい綺麗になってるんですけども、もう JR 西日本はね、103系を大切にしようとね、車内もね原型に近い形で残しているというようなね、もう鉄道ファンにはね、もう喜ぶようなサービス出をしてくれる会社だなと個人的には思います。あと10年ぐらいは走り続けると思います。はい、103系の乗車実況の動画はいかがだったでしょうか。まあね、JR 西日本さんはね、この103系をね50年以上ね大切に使い続けているすごい鉄道会社だなと私も思っております。まあね、原型に近い103系に乗れるっていうのはね、この奈良線と和田岬線ぐらいです。まあ先ほど万丹線と加古川線でも103系乗れるって言ったんですけれども、あの103系はね、もう原型をとどめていなくて、もう大改造された
車両なので、まあ、原型に近い103系乗りたい方はね、こう奈良線とかに和田岬線に乗車されることをお勧めします。まあ私もね、また今度和田岬線の103系も乗ってみようかなと思います。この動画が良かったという方はですね、高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン今村の公式 SNS 希望のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。